キアサージはアメリカ海軍の SX 急航空母艦。艦名は南北戦争時のスループ船、キアサージにちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。マイティ系の愛称で親しまれたが、しばしば衝突事故を起こしたため、クラッシュバージなどともあだなされた。1962年には客船、オリアナとも衝突している。収益直後、 キアサージは1945年5月5日、ニューヨーク州のニューヨーク海軍造船所で、オーブリー・ W ・フィッチ夫人によって命名、浸水し、1946年3月2日、初代艦長フランシス・ J ・マッケンナ大佐の指揮の下、収益する。マッケンナ大佐は、護衛空母、セントローの艦長として、収益から沈没まで戦い、その功績で、 海軍十字章を受章した人物である。キアサージは1946年4月21日に母校バージニア州ノーフォークに到着。翌年のために東海岸とカリブ海に沿って訓練演習に従事した。1947年6月にノーフォークを出港。海軍兵学校生の訓練公開のためイギリスに向かう。8月にアメリカへ帰国。 10ヶ月の演習に従事し1948年6月1日にハンプトンローズを出港、第6艦隊に合流する。地中海での任務期間に、第6艦隊は中東有事に備えた警戒態勢にあった。キアサージは10月2日にロードアイランド州区オンセットポイントに戻り、1950年1月27日まで、大西溶岩とカリブ海で作戦行動に従事した。 s c b 二十七 a 回送後キアサージは、ジェット機運用のための近代化回送である s c b 二十七 a の対象に選ばれた。1 9五十年二月二十三日にピュージェットサウンド海軍交渉入りし、1 9五十年六月十六日に回送工事が始まる。この回送はまず未完成状態のオリスカニー、続いて予備役にあったエセックスと、 マスクに実施されたが、現役中の艦を引き抜いて改装する方がコストを抑えられると提唱された。そこで、キアサージが改装対象に選ばれたものの、改装工事が始まった直後の6月25日に朝鮮戦争が勃発したため急遽現役の空母を派遣する必要が生じ、その後の改装は全て予備役の艦が選ばれた。キアサージは、 第二次世界大戦後に完成した SX 級の中で唯一 SCB-27 改装を受けた艦となった。キアサージは1952年2月15日にルイスビーフレンチ艦長の指揮の下最終駅する。成長公開に続いてキアサージは8月11日にカリフォルニア州サンディエゴを出港しハワイ島で集中的な飛行訓練を行う。 本格的な活動準備を完了した後、朝鮮戦争での戦闘任務のため極東へ出航する。9月8日に横須賀に到着すると、6日後に朝鮮半島沖で第77任務部隊に加わる。続く5ヶ月間にわたって、キアサージは北朝鮮に対しほぼ6000回に及ぶ出撃を行い多大な戦果を上げている。2月末に任務を終え3月17日に、 母港サンディエゴへ帰還する。朝鮮での作戦行動中に、艦首変更が行われ、分類番号は、クバ -33 に変更された。キアサージは1953年7月1日に、再び極東へ向かって出港し、不安定な急戦状態において、第七艦隊と共に、作戦行動に従事した。さらに、共産主義勢力の台湾攻撃に備え、 台湾海峡の監視を継続した。1954年1月18日にサンディエゴに帰還し、カリフォルニア沖での訓練作戦を再開する。10月7日にサンディエゴでの任務を終えると、再び極東へ向かう。第7艦隊との行動中にキアサージは大沈島、撤退作戦で中国国民党の支援を行う。1五十五年二月六日から十三日まで。 キアサージは島から1万8000人の民間人及び2万人の軍人を救助した。5月12日にサンディエゴへ帰還後、3年にわたりキアサージは極東に配備されカリフォルニア近辺において訓練任務に従事した。1956年から57年にかけてキアサージは SCB-125 回収を受け、 ハリケーンバウトアングルドデッキの装備により、艦姿は一変した。1958年夏に、対戦水艦作戦支援空母へ、艦種変更され、分類番号は CVS-33 となった。新任務への艦熟訓練を実施した後、1959年9月5日に、第7艦隊の極東における作戦に参加する。日本に寄港した際に、 伊勢湾台風に見舞われたが、キアサージは被災地の救援作業において重要な役割を果たす。艦載機で医療団や救援物資を運び、乗員やパイロットたちは被災者のために衣服の寄付や募金を行った。マーキュリーアトラス9号の回収任務に赴く、東南アジア条約機構の演習及び第7艦隊の作戦行動に参加後、 1960年3月3日に横須賀を出港して帰国の途に着く。3日後、ウェイク島から1200マイル離れた中部、太平洋上において、ソビエト連邦海軍の引き船を艦載機が発見し、乗員4名を救助した。公天により、千島列島から49日間かけて漂流してきたものである。3月15日にカリフォルニア州アラメダに到着。 4名は祖国に送還され、ソビート連邦はキアサージに大使館者の意を示した。1年間の訓練の後、次なる任務に向け1961年3月3日にサンディエゴを出港する。共産主義勢力がラオス政府の転覆を図ったことを受け、東南アジア海域に展開する。第7艦隊の牽制により緊張は緩和された。 極東における6ヶ月の活動の後、キアサージは11月1日にピュージェットサウンドに到着し、さらなる近代化改装を受けた。改装とその後の訓練を終え、1962年8月1日にロングビーチを出港、マーキュリー計画に参加する。キアサージは、マーキュリーアトラス8号の回収母艦に選ばれた。水星軌道宇宙飛行を行った宇宙飛行士、 ウォルター・シラーのカプセルを5月16日に回収し、ホノルルに送り届けた。半年間の訓練に従事した後、1963年4月29日に、真珠湾に到着、再び、マーキュリー計画に参加することとなり、今度は、マーキュリーアトラス9号の回収母艦を務める。宇宙飛行士、ゴードン・クーパーのカプセルを5月18日に回収し、真珠湾まで送り届けた。 6月4日に18回目の極東航海へ出発し、動乱の続く東南アジアの監視を含む第7艦隊の作戦行動に参加した。12月3日にロングビーチに戻り、カリフォルニア近辺で訓練を行った。半年後の1964年6月19日、9回目の極東航海に出発する。7月30日に横須賀へ到着した折、 トンキン湾事件の法を受け南シナ海に派遣された。米海軍機が北ベトナムの給油補給基地を攻撃する際、キアサージは第7艦隊において対戦紹介任務に従事した。12月16日にロングビーチへ寄港する。1965年前半にオーバーホールを受けた、あとキアサージは西海岸で活動し、 1966年6月9日に極東に向け出発した。ハワイと日本を経由し、8月8日にヤンキーステーションへ到着、10月24日までベトナム近海で活動する。その翌日、クアラルンプールへ向かい、30日にマラッカ海峡で停泊した。スービックアンを経由して11月5日にヤンキーステーションに戻り、23日まで、 そこで活動した。翌日に香港及び日本を経由して帰国12月20日にサンディエゴに到着した。キアサージは西海岸で活動した後8月18日、サンディエゴを出港10日後に新珠湾に到着しつきなる任務に備えた。1960年代末から1970年代はじめにかけての海軍緑縮小の影響を受け、 キアサージは1970年2月13日に退役する。予備役に置かれ3年間保管された後、1973年5月に除籍、1974年2月にスクラップとして売却された。キアサージは朝鮮戦争の戦考で2つの、ベトナム戦争の戦考で5つの従軍聖賞を受賞した。官名は、 ワスプキュー教習養陸艦の3番艦に受け継がれた。この記述にはアメリカ合衆国内でパブリックドメインとなっている記述を含むありがとうございます。